十字軍以来、ヨーロッパにおける東方貿易の重要性は一層増していきましたが、15世紀の末になると、ジェノバ出身の船乗りコロンブスが、フィレンツェの天文学者トスカネリの助言から、大地は球形であり、西に向かうことでより早くインドに到達できることを信じ、西回りの航海を企てました。彼は1492年、サンサルバドル島に到着し、インドに達したと確信しました。このインド到達のお知らせを機会に、教皇アレクサンデル6世は、地理上の発見に伴うスペインとポルトガルの間の植民地争いの調停に乗り出し、1493年に、いわゆる植民地分解線を定めました。しかし、ポルトガルの要求により、1494年のトルデシリアス条約でこれは変更されました。その結果、後にポルトガル人カブラルが漂着した地域がポルトガル領ブラジルの発端となりました。1500年にはフィレンツェのアメリゴ・ベスプッチによりコロンブス以来探検されてきた地域はインドではなくヨーロッパ人にとって未知の大陸であったことが報告され、その後も西回りのインドの到達の可能性が探求されることになります。スペイン人バルボアは1513年太平洋に到達し、ポルトガル人マゼランは南アメリカ南端を経て太平洋に出、彼の死後も一行は西への航海を続け、史上初の世界一周を果たし、大地が球形であることを実証しました。この間に新大陸の探検と征服も進み、イタリア人カボットはイギリス王ヘンリー7世の援助で北アメリカを探検しました。またスペイン人コルテスはメキシコ高原地方に栄えたアステカ王国を滅ぼし、同じくスペイン人ピサロはアンデス地域に栄えたインカ帝国を滅ぼしました。